もともと私はちょっと機械を使うのがあまり得意ではないんですが、自分ではなるべく積極的に楽しみながら使っていきたいと思います。70過ぎ80の方でも新たにスマホを使って84歳ぐらいのおばあちゃんとも LINE のやり取りして完全に使いこなしてますんで、その気持ち次第だと思うんですよね。今私は iPhone を使ってるんですが、もうそれがないと、とっても不便を感じます。お料理、ああ今日困ったなっていう時にちょっとそれを見たりとか、それから Facebook とか、ネットバンキングなんかもやりますね。それとね、買い物を行った時に、ドラッグストアなんてたくさんあるじゃないですか。数軒あってね、結構値段差があるんですよね。だからちょっとこう写真を撮って別のお店行って比較してみるとか。今の生活をエンジョイするための費用っていうのは惜しみたくないと思っています。私の場合ですと、スピーカー最初なかなかうまく使えなくてですね、でその YouTube を知った時に使い方を紹介してくれるような人がいるんですね。でそれ聞いてたら、ああこうやって使うのかっていう。でそれからもういろんなものを YouTube で聞くようにしてますね。何か新しいものあるとすぐに買ってみようかなって思いますけど、まあ、これから年金生活だけの収入とかになっちゃうと、やっぱり高価だとね、躊躇するかなとは思います。で、自分の生活が便利になるなって思えたら、購入意欲はね、すごくあると思います。どんどん進化していく過程でどんどん変化していくのは、人間がそういう開発する限りは進化し続けるっていうのが目の当たりにできて嬉しいっていうか思います。